今回は元陸上選手の奥村ゆりさんをご紹介します。前回の動画が好評でしたので第2弾をお届けします。奥村さんは群馬県出身で2000年2月20日生まれです。身長162センチ、体重、スリーサイズは非公開ですが、バストは推定 C から D カップと言われていますが定かではありません。大きな瞳と落ち着いた顔立ちから不思議な色気を感じる奥村さん、実はフィリピンと日本のハーフです。瞳の奥の深みやエキゾチックな雰囲気、そこから来る独特の色気は一見の価値ありです。鍛え上げられた中にほのかに感じられる全身の柔らかみやムチムチ感も素敵で、つい目を奪われてしまいますね。陸上のユニフォームはタイトなビキニタイプでへそ出しが一般化していますが、奥村さんのムチムチ感のあるボディがよく映え、ヒップや V ゾーンのアップダウンも要チェックです。そんな奥村さんは公式 YouTube を運営しており、フィリピン人である母親のコメントも時折登場します。このチャンネルはまだ始まったばかりのようで、今後の展開を期待したいですね。実家では猫を6匹も飼っているという奥村さんは、猫のような独特の色気も醸し出しており、自由気ままな性格にも興味がそそられますね。小学3年生から大学卒業まで13年間陸上をやってきた奥村さん、専門種目は 200m と 400m だそうです。小学校時代は一時器械体操に転向していたこともあるようですが、そこで培った身のこなしや柔軟性、バランス感覚が功を奏したのでしょう。インターハイでは 200m、 400m とともに2位に入り、青山学院大学に進学しました。国内のジュニア選手権の 200m では優勝を勝ち取り、アジアジュニア選手権では 400m で5位、 4×100m リレーで銀メダル獲得と大きな実績も挙げています。もともとは 100m 選手であった奥村さんは 400m にも出場するようになって、スプリント力や持久力が飛躍的にアップしたらしく、その後の選手生活が一変、 400m では世界を目指せるまでに記録を伸ばしました。体を作るための食事にも気を配り、高校時代はアーモンドやクルミ、クランベリースープを好んで食し、大学時代には自ら自炊していたそう。小学生時代には身長を伸ばすために海のミルクと呼ばれる生ガキを毎日食べていたそうですが、そのおかげで体全体がしっかりと実ったのではないでしょうか。そんな奥村さんは大学の卒業をきっかけに陸上を引退、現在は地元に戻っているようですね。今後の活動に向けて期待も高まる奥村ゆりさんをこれからも応援していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。